どうも皆さんこんにちは、チャックワッツです。本日はですね、1月9日、2時からね始まる、減額マイルキャンペーン、また ANA の方でね2020年もね、継続ということで、1月9日の、午後2時から、予約開始いたしますので、今回ね、こちらの減額マイル、キャンペーンについてね解説していきたいと思います。減額マイルキャンペーンなんですけども、期間が、先ほど言った通りね1月9日の、2時から予約開始で、2020年の1月31日までに、予約発券っていう感じとなっております。で、この期間にね予約発券まで完了した方が減額マイルね対象ということですんで、まあそこね気をつけてください。で、搭乗期間はねまた分かれておりまして、搭乗期間は、2020年2月1日から3月の15日っていう風になっております。で、このね対象搭乗期間も、2月1日開始と、2月9日、開始っていうね感じでね、1日と9日分かれてますんで、まあ利用する際はね確実に日付開始見てからね、まあこちらね ANA のねインターネットのキャンペーンなんで、基本的にねデスクに電話したりとかしてね、発券してしまうと、まあ通常のマイル取られてしまいますんで、まあ大丈夫だとは思うんですけども、まあ期間だけ見てね、で最後に、割引がね、ちゃんと入ってるかどうかっていうのをね、大体6000マイルから1万3000マイルだったかなっていうふうに、マイルがね、少なく、計算されますんで、まあその点だけね、ちゃんと見てから、最後ね、発券するようにしてください。期間外だったりね、すると、まあ普通のマイル数がね、まあ取られてしまいますんで、まあそれだとね、あんまり意味がないですよね。っていうことなんで、そこを気をつけてくださいね。それではね、見ていきたいと思います。まずね、今回、成田と、羽田、あと関空。まあ関空はね、ちょっと少ないんですけども、まあその3カ所のね、国際線が対象ということで、エコノミークラスからいきますね。まあ、画像ね、これにバンって出しておきますんで、見ておいていただけたらなと思います。まあ、こちらがね、対象路線ということで、まあ、大体エコノミークラス、まあ、こちらエコノミークラスね、見ておりますけども、エコノミークラス成田発ですね。まあ、大体4000マイルから1万マイルぐらいが、まあ、安くなって、減額マイルっていう感じとなっております。一応ね、運行機材書いておりますけども、まあ、エコノミークラスはね、まあ、運行機材がね、まあ、書いてあってもなくても、まあ、そんなに変わらないですよね、座席もね。っていう感じですかね。まあ、一番、この中でね、まあ、お得な路線っていうのはやっぱりアメリカ路線ですかね。まあ、1万マイル値ぐらいね、違うところもあれば、1万1000マイル、あ、ブリュッセルがあれですね。1万1000マイル違いますね。あとは7000マイルとか、まあ、4000マイルとかね、マニラとか、中国付近はまあ4000マイルということで、まあ今ね、この画像で出している、まあ、R とか L とかね、書いておりますけども、こちらシーズンで、2月中はね、ローシーズン。で、3月に入ると、レギュラーシーズンっていうことで、搭乗期間はね、3月またぐんですよね、2月から。っていうことで、2月中はローシーズン、この、L の方ですね。で、3月の方はこの R のレギュラーシーズンで、まあ、計算されますんで、まあ、どちらも、少しは下がってるんですけども、マイル数的には。ですけども、やはりね、ちょっと、必要マイル数変わりますんで、まあ、ローシーズンの方が、まあ、少ないマイルで、まあ、いけるっていう感じですよね。まあ、これで見ると、ロス、サンノゼ、サンフランシスコ、ワシントンとかね、まあ、エコノミークラスの成田発であれば、3万6000マイルでね、まあ、しかも ANA の場合は、まあ、片道発券できないんで、まあ、これでね、往復できちゃうわけなんですよね。いやー、いいですよね。3万6000マイルでいけるんだ。ね、まぁ、ちょっとエコノミークラスでね、まぁ、10時間超えのフライトになると思うんですけども、ちょっと大変ではありますけども、まぁ、いいですよね。次ね、見ていきたいと思います。次は、成田発のビジネスクラスですね。まぁ、こちらも、レギュラー、ローシーズン、レギュラーシーズンね、分けておりますけども、こちらもね、先ほどと同様ですね、月によって2月と3月でね、分かれております。まぁ、サンノゼ、ロサンゼルスとか、ワシントンとかね、ローシーズンだったら6万7500マイル、レギュラーシーズンでも7万2250マイルということで、だいたい1万3000マイル、まあ、2000から3000マイルぐらいね、まあ少ないっていう感じですね。やっぱちょっとブリュッセルだと、
まあレギュラーシーズンだと結構そうですね、1万3000マイルぐらい、まあローシーズンだと8000マイルですね、うん、っていう感じでね、まあマイル数がね、だいぶ節約できて、まあビジネスクラス乗れるということで、まあ上位のねブリュッセル、シカゴ、ワシントンとかね、ロサンゼルス、サンノゼとか、これはもう本当に長距離路線なん で間違いなく、まあ、30万は超えてくるんじゃないですかね。まあ日付にもよると思うんですけども、もうこれが週末とかだとね、まあ、40、50とかね、下手すりゃ行くんじゃないでしょうか、片道ね。まあ往復で取ったらね、まあ多分かなりの額いくんじゃないですかね。で、真ん中のですね、運行機材の、フルフラットシートって書いてあるところね、あると思うんですけども、まあやはりねビジネスクラス、まあせっかく発見するんだったらね、フルフラットシートを乗りたいですよね。うん、私もそうなんで、一応ね調べて、記載させていただきましたけども、一応ね間違ってないと思うんですけども、一応ね発見するときに、もう一回ね確認投げしてくださいね。結構ね何度か見てこちら作ったんで、まあ大丈夫だと思うんですけどもね、間違ってるとね申し訳ないんで、一応ダブルチェックねしてくださいね、発見する際に。一応ね機材のところで、見れますんで、発見する際にちゃんとフルフラットシートになってるかね、見てくださいね。まあ長距離路線はね、まあ絶対っていうか、まあ大丈夫だと思うんですけども、デリーから、マニラまでの間ですね、ちょっと怪しいっていうかね、そのすごい長距離路線じゃないんで、ちょこちょこね、ビジネスクラスでもこう、2列ね、並んだビジネスクラスの、ところもね、あると思いますんで、そこだけちょっと気をつけてくださいね。発見する際にもう一度見ていただけたらなと思います。まあ、できればね、フルフラットの一人座席がいいですよね。うん。で、次、羽田発ですね。エコノミークラス、羽田発になると、だいぶね、少なくなってきますね。うん。で、今回ね関空もちょっとあるんですけど、本当に中国3都市2都市ぐらいですね、羽田空港発だと、まあ、シカゴ、ジャカルタ、マニラ、ソウルっていう感じで、こちらもねシカゴだけローシーズン、レギュラーシーズンね分かれておりますけども、うん、まあ大体4000マイルからまあ1万マイル、レギュラーシーズンで1万マイルですね、うん、っていう感じとなっておりますね。で、ビジネスクラスですね、シカゴ、ジャカルタ、マニア、ソウルということで、今回ね羽田発のビジネスクラスでねシカゴ入ってきてますね。いいですね、うん、羽田からね、北米路線のしかもビジネスクラスで、減額マイルいいですよね。67,500マイル、レギュラーシーズンでも72,250マイル、だいぶ削ってきてますけども、まあだいたい12,000、13,000ぐらいはね、まあ、安くね、シカゴまで、ビジネスクラス乗れちゃいますからね、いいですよね、うん、っていう感じですかね。で、こちらもねフルフラットシートの有無を、記載しております。まあ、こちらもねダブルチェックで発見する際にもう一回ね見るようにしてくださいね。いやー、でも羽田発でね北米路線が入ってくるってのはいいですね。ありがたいですよね。ちょっと成田遠いですもんね、うん、まあそれはちょっと人によってまあ場所で変わるかもしれないんですけども。でですね、前回ねあった路線、デュクセンドルフとか、成田デュクセンドルフ、まあ前回あったんですよね。で、前回羽田ウィーンとかねあったんですけども、今回なくなってますね。っていうのもおそらくですけども、どうなんですかね、ローシーズンだと思うんですけど、でも3月入ってくるとここもまた人気路線に変わって、今回入ってないのかもしれないですね。で、今回、サンフランシスコが、成田、のエコノミークラスのみ、成田のね、成田から、サンフランシスコ便ですね、こちらビジネスクラスは今回ないんですけども、成田、サンフランシスコだけエコノミークラスでね、入ってきてますね。いや、でもどうなんですかね、やはり少し寒いんですかね、うん、サンフランシスコもここ多分相当人気路線だと思うんですけどもね。で、成田の、ビジネスクラス、成田、ビジネスクラスの成田、シカゴ、こちらも、ビジネスクラスのみということで、エコノミークラスはねこちらないんでね、まあこれも狙い目なのかなと思いますよね。まあ、シカゴはね羽田空港もあったんで、もしかしたらあれなんですかね、結構空席が多い路線なのかもしれないですね、っていう感じですね。
で、予約なんですけども、予約は96時間前までということなんで、出発の4日前までね、予約は可能ということで、まあ、今回ね、この、減額マイルキャンペーン、まあ、エコノミークラスと、ビジネスクラスね、まあ、対象なんですけども、2019年のいつだったかな、8月ぐらいだったかな、座席ね、有料になりましたよね。エコノミークラス搭乗時、まあ、で、エコノミークラスは、有料なんですけども、特典航空券は対象外ということですんでね。まあ、これはね、ステータス持ってる持ってない関係なくね、特典航空券はまあ今のところね、まあ無料となっていますんで、まあこのまま続いてくれればいいですけどね。なんかどんどんね、このエコノミークラスの座席指定ね、どんどん有料になってって、これがどこまでね、広がっていくかもちょっとわかんないですしね。いかがだったでしょうか。今回はね、2月の半ばからね、3月までの、3月中旬までのね、減額マイルキャンペーンね、発表されましたので、紹介させていただきましたけども、今1月の搭乗分、まあ1月で、まあ搭乗分が2月の半ばから、3月までまたいでますんで、次はまあ4月ぐらいかなっていう感じですよね。まあでもですね、ANA マイル貯めてる方はね、チャンスですんでね、ぜひ行きたいね、路線が ある方はね、ちょっとね、北米路線も、まあ、2月3月ということで、まあ、3月入ればね、だいぶ暖かくなると思うんですけども、まあ、2月中はまあちょっとある程度寒いかもしれないですけどね、まあ、ぜひね、ビジネスクラスね、狙ってる方は、ちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。まあ、一応ね、始まるのは1月9日ということですんで、まあそこだけね、1月9日の2時から始まりますんで、その日付だけね、間違えないようにしてくださいね。その期間じゃない時にね、取ったらね、普通のマイル数請求されますんでね。今回の動画はね、ANA の、減額マイルキャンペーン、国際線ね、紹介させていただきました。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。